モス、ヤッハロー、ニャンパス、タンさんの鬼チャンネル、ようこそ。はい、というわけで本日のクイズです。いきます。タワウレッカよボケです。わかるよね、多分このセリフは。ヒントは僕の一番好きな漫画です。はい、もう答えです。はい、というわけで本編へどうぞ。はい、本日やる動画はですね、僕のねチャンネルでね、一番何が再生されてるかっていうと、リーグレイブンですね。うん、嬉しいね。やっぱり一番好きな漫画を動画にして、一番ね再生数が伸びてるっていうのは本当に嬉しいことです。やっぱ一番楽しくやってるからかな。だから多分数字も追ってくるんですかね。そのリーグレイマンの最初の一本の動画を上げた時も言ったと思うんですけど、その一番好きなんでちょくちょくディーグレマンの動画を上げていきます。その第2弾です。で、今回やるのは、イノセンスですね。イノセンスのまとめです。で、そのイノセンスにもちょっと種類があるんで、今回やるのはイノセンスまとめ、規制型編です。はい、というわけでね、まずイノセンスとはじゃあ何ぞや、そのねディーグレマンとは何ぞやということで、少しねちょっとね説明したいと思いますね。ディーグレイマンとはね、星野桂先生による漫画ですね、およびそれを原作とするアニメやゲームなどのメディアミックス作品でありますね。2004年から連載が始まったが、作者の怪我が原因でちょっと休載がね多くなったんですよ。そこからね、赤丸ジャンプ、ジャンプスケア、ジャンプライズへとちょっとねこう転々としてるんですよ、ね、コミックはね累計発行部数ね2000万部ですね、を超える、ね、超ね大人気作品です。で、主人公のね、アレン・ウォーカーは生まれつきね、左腕がこう赤黒く変色してるんですよ。それゆえに、両親にちょっと捨てられてしまったんですよね。で、アレンは、マナ・ウォーカーに拾われて、育ちます。ね、ある日、ちょっとマナがね、ちょっと死んでしまって、悲しみに暮れるアレンのもとに、千年伯爵と呼ばれる人物が現れます。ちょっとマナを呼び戻すことができるとちょっとそそのかすんですよ。で、伯爵のね話にちょっとね乗ったアレンだったが、マナの魂は人間を、ね、殺害する悪性兵器悪魔として蘇りました。アレンの左腕は悪魔を破壊することができるイノセンス、ここで出てきましたね、イノセンスです。このイノセンスであり、ちょっとそのイノセンスは巨大なね爪と形を変え、悪魔を破壊しました。それからアレンはね、悪魔を倒すことを職業としているエクソシストになっていくんですね。エクソシストのクロスマリアンに、今度はクロスマリアンに拾われ、エクソシストを目指します。はい。この作品ではね、悪魔を倒すエクソシスト、そしてそのエクソシストが武器として扱うイノセンスが登場します。はい。様々なね、個性を持つエクソシストと、それぞれに特色があるイノセンスが、この作品のポイントの一つですね。で、今度はエクソシストは何ぞやですね。世界の終焉を防ぐための組織である黒の教団に所属する悪魔を退治の専門とする者たちの総称でありますね。神の結晶と呼ばれるイノセンスを用いて戦闘を行う。イノセンスの適合者であり、黒の教団に所属することでエクソシストとなります。エクソシストは全員黒の断服を着用してます、ね、制服みたいな感じですね。で、まあじゃあイノセンスとは何だと。イノセンスとはね、神の結晶というのが呼ばれています、ね、謎の物質です。解明できていません、どういう物質か。悪魔やそれらを生み出しているノアの一族、敵対側ですねに対抗するにはイノセンスの力を使う他はないです。普通上の兵器だと歯が立ちません、勝てません。でね、イノセンスはね109個あると言われています、はい、世界に109個しかありません。それ以上はないです、多分。で、イノセンスとね、だからイノセンスはね、誰にでもこうね、そのイノセンスを持っていれば誰にでも扱えるのかっていうと、またそれは違います。イノセンスとね、適合した、つまり自分の扱えるイノセンスしか操れません。はい、なんで、109個あるイノセンスをとにかく早く集めて、で、敵側、そのイノセンスを見つけて破壊すれば、それだけ戦力が落ちるし、それだけ集めれば戦力確保となります。でね、109個あるね、イノセンスの中にね、一つだけね、ハートと呼ばれるイノセンスがあります。ハートのイノセンス。はい。このハートのイノセンスはね、ちょっと特別なイノセンスでして、
このハートのイノセンスが破壊されてしまいますと、他の108のイノセンスは全て消滅してしまいます。だからこのイノセンスは絶対確保しないといけません。だからあの黒の教団もあの敵側のノアの一族もこのイノセンスを探すのに血眼になってます。このハートのイノセンスじゃあどこにあるんだっていうと、まだね登場してないんですね。もしかしたらその もうすでにハートのイノセンスを持っているのかもしれません。でその可能性がかなり一番あのかなり高いと呼ばれているのがアレンとリナリです。この2名がハートのイノセンスをなんじゃないかと言われていますね、はい。でイノセンスにはね3つ種類があります。装備型、規制型、結晶型の3つがあります。で今回やるのがその中の規制型です。と規制型はね適合者の体にちょっと宿って、だから生まれながらにもうついてるパターンもあれば、その後々から何かの形で体に宿ってしまうパターンもあります。それが規制型ですね。規制型は自分の体をこう変形させてそれを武器にして戦っていきますね。でね悪魔の血にはね毒、猛毒があるんですよ。その少しでも触れるとね死亡してしまうんです。即病で死んでしまいます。悪魔の使ってる武器とか血にはその毒があるんですよ。でその毒を浴びたり体内にちょっと吸収してしまうと本当速攻死んでしまいますね。黒いこう星マークが出てきてそのすぐにあの塵になっちゃいます。でその毒をイノセンスに寄生されている寄生型はねそのウイルスをね中和することができます。だから食らっても体内にあるイノセンスで中和できます。でね寄生型はね他のイノセンスと比べてで消費が激しい、まあ、つまり燃費が悪いんですよ。だからその代わり強い力を発揮できるとも言われています。でそのためかその寄生型は結構大食い、エネルギー消費が激しいんで大食いなんですね、はい、大食感が多いですね。で、装備型はね最もね数が多い、ね、イノセンスですね、だそのイノセンスを加工して武器にして、だ無理やりその違うものにして力を扱いやすくするように加工するのが、まあ、装備型ですね。だから別の ものに変えてそれを持って戦う、だから武器ですね。本当に簡単に言えば刀や銃とかの武器に しますね。これは最も数が多い種類ですね。でもう一つが3つ目が結晶型です。これはね2名しかいません。この結晶型はね長い歴史の中で観測された例がなくね、今作品ね初めて発言させたのがリナリー・リーちゃんですね。初めて、ね、結晶型に覚醒しました。でそのイノセンスはね、武器とかその体内に宿るんじゃなくて血に宿るんですね。血に宿って、その血が金属へと変化して、だから武器に変化して戦います。だそのなんだろうな、本当に2名しかいないんでまだそんなに戦闘描写もないんで、まあ、詳しいことはまだ分かんないんですけど、その武器はその規制型とか装備型は武器が破損したりすると修理しないといけないんですけど、この結晶型は自分の血でこう直すことができるんですよ。すごいね、血で直すことができるって。であとはその適合者の思いに強く反応するっていうのも結晶型の特性の一つですね。でまずじゃあここから規制型のイノセンスを持っているキャラの紹介です。まずね一人目は我らが主人公アレン・ウォーカー君ですね。あそうだ、このねファンブックとかをねちょっと見ながらやっていこうかと思っています。このファンブックね、公式ファンブックグレイアーク、このねブックもねいいよね。かなり昔にこう出たんですけど、このキャラクターの詳細とかね書いてあったり、いろいろね星野先生のインタビューとかラフ画とかね裏話とかもあります。あとねこの最初のファンブックにはね、あのゾーンっていうねディ・グレイマンのプロトタイプ作品でもありますね。赤丸ジャンプの2003年ウィンターに載っていましたね。だからこれ星野桂ですよ、デビュー作です。雑誌掲載時無名の新人にもかかわらず卓越した画力と独自の世界観で読者アンケート3位を獲得したんですよ。すごいね3位って。主な登場人物はロビン主人公ですね。でリーナリー、もうこれディグレマにも出てるね、リーナリー。でもちょっと見た目は違いますね。なんとなく雰囲気はリーナリーっぽいですけど。あとは千年伯爵ですね。千年伯爵はもう先生の一番のお気に入りですからね。どの作品にも千年伯爵出てます多分。俺が知ってる限りね。はい。
ファンブックと、次に出たのがこのキャラグレですね。このキャラグレは、主にそのリグレのキャラクターたちのランキングですね。ランキングが載っております。ランキングね、何位まで載ってるんだっけな、これ20位まで載っています。先生のインタビューとかも載ってますね。初版だとね、リバーシブルミニポスターとスペシャルデコシールがあるんですね、はい、これもぜひ買ってみてください。そして、第2のファンブックね、公式ファンブックのグレイロブ、こちら最新のものになっておりますね、はい、80名以上の最新キャラクターのデータとか、新しいアニメの村瀬あゆみさんと青山さんと星野勝也さんの初対談、まあ、話ですね、制作秘話の話とか、ここだけの裏話とか、あとすごいずっと見たかったって思ってた、読み切り作品ね、星野勝也さんの読み切り作品であるコンティニューが載ってるんですよ。これはねすごい読みたかったんで嬉しいですね。ではね、このねグレイログでそのキャラクターたちをちょっと見ながら説明していきたいと思いますね。寄生型のアレン君、彼のねイノセンスはね、クラウン、神の道化師と書いてクラウンですね。でもその前のこのイノセンス、このアレンは2段階あるんですよ。最初の言うなればちょっと未熟なイノセンスが、十字架と書いてクロスのイノセンスね、初期の姿ですね。その右手に十字が刻まれた赤いね、十字が刻まれてるんですけど、それが、大きなね白い爪のイノセンスになって悪魔を切り裂いていきます。あとはこう大砲にしてビーム打ったり、そのちょっと刀っぽくしたり戦いますね。必殺技はねクロスグレイブ、十字の閃光を放つことで悪魔を殲滅する技、一度に多くの悪魔を倒せる。でその後にはちょっと戦いで、粉々になっちゃうんですけどね。イノセンスの粒子化で最大解放するとね、トガ落ちしたスーマンを救うため本来のシンクロ率を無視して発動、アレの肉体と左手に激痛が走る。その結構大きさも変えられるんですよ、そのシンクロ率によって。その最大解放すると本当に巨人の手みたいな感じになりますね。その次がクラン、神の道化師ですね。アレのイノセンスの本来の姿ですね。だから前の姿はちょっと違う、こっちが本当のイノセンスですね。そして主な技がエッジエンド、強化された爪で悪魔を切り刻む近接技、あとは左手の指から出るクラウンリング、まあリングですね、リングがビーム状の鞭のようになるクラウンエッジ、あとはこのクラウンは爪とその白いマントみたいなのと仮面が出てくるんですけど、この白いマントは言うなれば結構変幻自在なんで、防御にも攻撃にも使える攻防一体のイノセンスですね。すごい便利なイノセンスですね。さらにシンクロ率が 100% を超えると発動する臨界点突破クラン発動っつって、大麻の剣になります。左腕をこう、シンクロ率が 100% になるとこう左腕が刀状になるんですね。刀状でっかい体剣になるんですけど、これが大麻の剣ですね。この大麻の剣は、悪のものしか切れません。だから人間とか、敵にしかもう効かない、敵にしか攻撃ができない刀ですね、はい、敵にしか攻撃ができない刀ですね、はい、この大麻の剣から発するイノセンスの方向で周囲にいる悪魔を一度に爆散させるデスボール、いやフリーザ様かやって思ったよね。この見た時はデスボール、破壊方向って書いてデスボールですね。しかもね、気になるのはね、この大麻の剣がちょっとね、伯爵の剣と結構ね、似てるとこなんですよ。まあ、どういう意図で似てるのかっていうのもね、まだ明かされていません。伯爵の剣もこの大麻の剣なのか、それとも別なのかっていうのもちょっとまだ分かんないです。はい、続きましてが、アリスタ・クローリー3世ですね。ですね。クロちゃんのイノセンスはね、名称がないんですね。寄生型で牙を用いて敵を食すように破壊する。その性質上肉体はイノセンスに侵食され特殊体質となっていますね。そのため潜在能力や戦闘能力は彼の感情次第で無限の可能性を秘めています。本当にあれですね、生態的ね、特徴はですね、イノセンスの発動とともに生え変わったクローリーの牙、その鋭い牙で武器として敵に攻撃します。ちょっと、ね、吸血鬼っぽくなります、ね、吸血鬼っぽい鋭い牙になって悪魔の血を吸うんですよ。
その悪魔の血を吸うと肉体が強くなります。で、本来は極度の恥ずかしがり屋なんですけど、イノセンスを発動するとちょっと変貌するんですよ、ね、はい、すごいね、強気で戦闘的、好戦的になります。その悪魔の血による肉体強化ですね。ロザンヌという花にちょっと噛みつかれて、時にイノセンスがこう体内に入ったんですね。さらに、イノセンスを帯びた血液だけでも戦うことが可能ですね。ジャスデビ戦で見せた技なんですけど、この体から出たイノセンス、体から出た血が血を使って戦うこともできます。これなんかあれだよね、結晶型っぽいよね、はい、しかもその敵の血を吸うだけじゃなくて、味方がこうウイルスに侵された時にその血を早めにこう吸えば、それを吸収して仲間を助けるっていうサポートもできますね。ただし自分が弱ってると逆にその血のウイルスによってやられちゃいます。はい、続きましてがティモシー・ハースト、ティモシーですね、最年少ですね、9歳、フランス人。特徴はね、イノセンスがね、頭にこう丸いボールみたいのがあるんですよ。多分これのせいで捨てられたんだったかな、確か捨てられて。で、イノセンスはね、月神と、能力はね、悪魔を武器化するイノセンスですね。だから自分のこう魂みたいなのを、魂みたいなのを飛ばして悪魔に憑依して、その悪魔を操ることができます。だからイノセンスにしてね。で、そのイノセンスから離れると、その悪魔を消滅します。別に出ていったからって、その悪魔は元の状態には戻りません。もうだから一旦破壊してから、乗っ取ればもう破壊も同時にやってるってことですね。さらにはこの月神には従者が存在します。適合者にイノセンスの使い方を関西弁でちょっと教えてくれる、ちょっとなんだろう、守護霊みたいな感じのやつがいるんですけど、その姿はね、大人版ティーモシーみたいな様子をしていますね。で、今はね、レベル2の悪魔までしかちょっと憑依することはできないです。今後に本当期待ですね。これでレベル3やもう4になんか乗っ取ったら本当怖いものなしだと思いますね。続きましてがクロスマリアン。まあ、師匠はね、装備型のイノセンスの適合者なんですけど、もう一つイノセンスを持っています。それがグレイ・オブ・マリアです。寄生型のエクソシストの死体を操ってますね。だもう死んだ寄生型の適合者を魔術で操って、その戦います。能力はね、敵の脳に現実をかけますね。かなり援護系ですね、このイノセンスは。本当このイノセンスはワイズリーといい勝負するんじゃないですか。どっちが勝つんですかね、この洗脳合戦。でも残念ながらちょっとイノスと師匠はちょっと今生死不明ということで、だからこのグレイオブマリアもちょっと使えない状態ですね。んで、最後にこれちょっと入れていいのかちょっと分かんないんですけど、まあ、ダメだったらちょっとごめんなさいということで、アルマなんですけど、このアルマは黒の教団のセカンドエクソシストとして兼されたんですね。神田とこのアルマで、このセカンドエクソシストというのは、戦闘不能に陥った適合者の脳を元に作られた人、だから脳みそを元に、脳みそを多分他人に与えられたのか、それとも体を作ったのかな、これ。そうだね、戦闘不能に陥った適合者の脳を元に作られた人ですね。で、あとはすごい再生能力のある呪符を施されてますね。だからすごいきつい実験に耐えられる、まあ強くするために作られた感じですね。かなり肥大実験です、これは。で、その中でこのアルマなんですけど、そのイノセンスに目覚めるんですけど、右腕がねちょっと鎌みたくなってるんですよ。これ寄生型だよね、なんか持ってるわけじゃないもんね。神田はこうちゃんと剣っぽいのを持ってるんですけど、このアルマは右手がこう変形してるから、まあ寄生型なんじゃないかなと思いますので、一応ちょっと入れておきます。はい、というわけで本日の動画はここまでです。ね、3つあるんですけど、ね、ぜひ買ってみてください。買ってね。これを、この動画で少しでもね、ディグレーマンに興味を持っていただけたら嬉しいと思います。はい、ではクイズの答えなんですけど、ディグレーマンで神田優です。はい、ディグレです。そうだよ、だってディグレの回あるんだから、ディグレの名台詞を思いついつか言いたいんだもん。このセリフはですね、京都編で、
ハンダたちが戦っている時に伯爵が結構大きな技を出したんですよ。その技で一体をこう吹き飛ばした時に神田はこう耐えて、その攻撃で倒れっかよってことで出たセリフです。もうめっちゃかっこよかった。このセリフ聞いた時は多分神田で一番好きなセリフですね。はい、じゃあ本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、チャンネル登録の横にあるベルのボタンを、通知ボタンを押してくれると僕が動画を出すと通知がいくので、それもぜひよろしくお願いします。これもね、毎度恒例ですけど動画仲間を募集しております。少しでも興味がある方は下の Twitter の方から DM を送るなり、コメントを送るなり、ぜひよろしくお願いします。千葉に住んでる人だったら直接会うこともできます。はい、じゃあ本日の動画はここまで。また次回も絶対見てくれよな。